皆さんこんにちは。イナワク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はタイトルにもあるようにワードのイライラ解消法として10個の方法をご案内します。よく YouTube で投稿でコメントをいただくんですが、そのコメントの中に多くいただくのが Excel ばかり使うのでワードはあまり使わない、その理由としてワードが使いづらいということなんですね。今回は Excel と抱き合わせた説明をしながら比べて解説をしてまいりたいと思います。誰でも一度はつまずいたよねというようなことをピックアップして解説をしてまいります。では画面の方をご覧ください。Excel の場合、例えばこのように1行目に端から端まできれいに選択をした状態でセルを結合して中央揃えというボタンがあります。そうするときれいに一度の操作で文字列が中央に配置されますよね。また Excel ではこのように文字が足りなくなったとしても文字の制御で折り返しをして全体を表示したり、もしくは縮小して全体を表示するという機能がありますよね。ところが右側のものが完成だったとします。ワードの場合、端から端までこのようにタイトルを入れたいとした場合、どのように文字サイズをするかというのが悩ましいところでもありますよね。今 10.5 ポイントになっていますが、ここで確認しながら大きくしていくと思います。48まで行ってまだ端が空いているので72にした時点でこのようになってしまいます。この間がないのでぴったりのサイズがわからないということがよく起きます。フォントサイズの拡大、これを押しながら行っても結果同じことが起きてしまいます。ではどのようにしたら良いでしょう。この場合は文字列を選択した状態でコントロールキーを押しながらエンターキーのすぐ左側にある無のキー、これが拡大、そして逆に縮小する場合はその上を選択していきます。するとフォントサイズを見ながら確認していただくとこのように1ポイントずつ大きくなっていくのがわかります。そしてここまで行ってしまうと大きいのでこの上のキーをコントロールを押しながら小さくしていきます。今回の場合は 57.5 ポイントがきれいに最大幅だったということがわかります。さらに気になるようであればこの状態で均等割り付けを行うことできっちりときれいに端まで揃えることができます。Excel ではテーブルという機能がありますが、例えばこの後に51番と打って次の方の名前を打とうとするとこのように自動的に表の書式も反映されるという便利な機能がありますよね。ワードにタイトルをこのように入れてそのまま次に表を挿入したとします。するとその後に文字を打とうとするとこのように書式を引き継いでしまいます。またこのように毎日日記をつけていきたいとします。このような文章を作りたいときに日付まで入力をしてエンターキーを押して次天気晴れと入れたいとします。同じように天気そして晴れと入力をします。見てわかるように下線を引き継いでいます。なので下線はいらないから選択をして下線を消してなんていう作業が始まりますよね。ワードは開業した時に書式を引き継ぐという決まりがありますから、この日付を打つ前の状態で開業マークを一つ入れとけばよかったのですが、書式をつけながら作成をしていきたい時もあります。その時はコントロールキーを押しながらスペースキーを一度押します。これで書式がクリアになります。もう一つの方法はエンターキーを押した状態で全ての書式をクリアというのがあります。これを押してあげると書式をクリアすることができます。ところがこの状態で書式のクリアを押してしまうとこのように手前のものを
クリアしてしまいますので気をつけましょう。基本的には次の開業マークを先に押しておくということを覚えておきましょう。それとは逆に、ここにあるようにフォントやフォントサイズ、フォントの色などをここに同じように引き継ぎたいとします。その場合は選択をしてホームタブにある書式のコピー貼り付けをクリックします。この状態で画面上に持ってくるとハケのマークになりますので、ドラッグをしてコピーをするといいと思います。続いてワードで全面の折り返しにした図形があった場合、文字を後から打とうとするとこのようにエンターキーを押すことで一緒に図形が下がってしまうということがあります。もし下がるのが困るようであれば、図形を選択した状態でレイアウトオプションからページ上の位置を固定にチェックを入れておきましょう。そうすることで後から文字を入力をしてもこのように図形が下がらずに固定した状態で編集をすることができます。 Excel では連続データを振ってくれるという便利な機能がありますよね。選択をした状態でここでダブルクリックをすることで、この一番下のところまで番号を振ってくれます。ワードにはこれとちょっと違いますが、段落番号という機能があります。箇条書きや段落番号を振りたいときには、先に文字をこのように入力をしておいて、そして範囲を選択をしてこのように箇条書きやもしくは段落の番号を振っておくのがいいと思います。もしくは文字を入力をしてからここに段落番号を振ってエンターキーを押すことで次の番号が振られます。もしエンターキーを押して次の段落番号がいらなくなった場合は、もう一度この状態でエンターキーを押します。つまりエンターエンターで番号が消えるようになります。番号を振っておく利点としては、選択をしてこのようにドラッグをして順番を入れ替えても 1,2,3 の順が変わることはありません。また途中の段落をデリートキーで消してもこのように順番が変わらない利点があります。ですがこのように離れてしまった時はどのようにしたらよいでしょう。その場合は行を選択して離れたところをコントロールキーを左手で押しっぱなしにして、このようにクリックしながら選択をするようにします。選択ができましたら箇条書きや段落番号をクリックします。先ほどお話ししたように、この段落番号は後からここが抜けていたと分かったとします。この状態でもう一度段落番号を押すことで順番を振り直してくれるようになります。また一つの段落の中で行を変えたいときは、段落内開業といってエンターキーを押さずにシフトキーを押しながらエンターキーを押します。こうすることでこの下の矢印のマークがついていて、これは開業ではなく段落内開業だよという意味になります。この状態になりましたら文字を入力をしましょう。そして次2番目の項目になるときはエンターキーを押します。するとこのように入力を続けることができます。 Excel にはこのような段落番号などはありませんね。 Excel ではセルがあるので、このマス目に沿ってそれぞれ罫線を引くことは容易にできますよね。 Word でもこのように切り取り線など罫線を引くことはあります。一番簡単な方法はこの状態でキーボードの穂のボタンを3つ打ちます。長音ですね。これでエンターキーを押すとこのように罫線を引く機能があります。これはオートコレクトという機能になるんですが、これが災いしているということも結構あるんですね。ここに稲妻のようなマークが表示されていますね。ここをクリックします。一番下にオートフォーマットオプションの設定というのがあります。これを選択をするとここにオートコレクトのダイアログボックスが表示されて、ここで設定しているものが司っているということになります。もしご自身で自動に設定されるのが嫌だなという場合は、ここで設定を変える必要があります。
またホームタブの段落グループの中にこの K 線のボタンがあります。例えば簡単にここに引いてみますね。この状態でこの K 線のボタンを押しても何も起きません。このようにドラッグをしてなぞりましょう。この状態になりましたら、この K 線の先ほどのボタンをクリックをすることで線を引くことができます。点線ではなく違う種類、色などを変えたい場合は、もう一度今度は三角のボタンを押して、一番下にある線種とページ K 線と編みかけの設定から、設定を変更して色などを変えたりして OK を押しましょう。たまにあるご質問は、この K 線が下の切り取り線のように端から端まで引きたいという場合ですね。一番簡単な方法は、段落を選択した状態でルーラー上からこのようにドラッグをして、ここの右もドラッグをして端から端まで引くことができます。ただこのルーラーを選択をするときに細かいので、よく見て確認をしてからドラッグをするようにしましょう。選択の難しさといえば、均等割り付けがありましたね。例えばここの上の項目になるコロンの位置がこのように縦に一直線に揃っていると見やすいです。申し込み方法、締め切り、持ち物など全く文字数が違うものを均等割り付けで揃えます。一度解除しますね。この場合は費用を選択し、均等割り付けでここを6文字分にすることで揃うことができました。ではここですね、黒ボールペン、赤マジック、ピンククレヨン、この全然違う文字列を同じ幅にしたいとき、均等割り付けを使うと、選択をすると均等割り付けこのようになってしまうということがありました。画面を戻します。この状態はこの開業のマークを選択しているからということでした。開業マークを含まないように選択をするには、シフトキーを押しながら左矢印を一度押します。こうすることで必ず文字の選択を一文字ずつ変更することができます。マウスではどうしてもうまくいかない時があるので、この方法はしっかり覚えましょう。この状態であれば、均等割り付けのボタンを押すと、このように何文字にしますかと聞いてきます。今回は6文字にしたいので、これで OK を押します。Excel で組織図などを書くときには、まずは全ての選択をして、そして全体の幅を均等に狭くしてあげましょう。そうしましたら、フォントグループの中から K 線の作成をクリックします。そうしましたら、このように作図をしていくということができると思います。ですが、ワードの表で作成するのはあまり向いていません。ですので、スマートアートを使うといいと思います。もちろんスマートアートは同じものが Excel にもついています。今回質問が多い、分かりづらいところですね。スマートアートは良さそうだけれども、ちょっと使い勝手が良くないという方が多いんですね。では組織図を簡単に作ってみます。階層構造にあるこの一番左側の組織図を選択します。いらないボックスはこのように削除をしていきます。この下にボックスを作っていきたい場合は、選択した状態で図形の追加から下に図形を追加していきます。繰り返しになるので、同じ操作を F4 で押します。次の列も同じように繰り返して、このように作成をしていきます。時間的にはかなり時短でいけると思います。ただ一番最後ですね、この曲がった線が気に入らないという方は多いんです。これを変更するには、上のボックスを選択した状態でレイアウトから標準をクリックしましょう。また同じ操作になるので、 F4 を押してこのようにして変更します。トーナメント表のようなものは、一番下が鍵のようになっていますよね。対戦になりますので、この一番下の部分を対戦にしたい場合は、この上を選択をし、図形を追加していきます。同じように繰り返しをしていきます。このようにして連絡網や組織図などを書いてみましょう。
ワードでこのような文章を作成するときに、フォントを明瞭にしたいんだけれども、明瞭はこのように行間が広く空いてしまうので使いづらいという方がいらっしゃいます。明瞭は万人受けする人気の高いフォントになるのですが、このようなデメリットもあります。ではこれをどのように直したらよいかというのを解説いたします。まずはすべて明瞭で作成されているので、すべての選択をします。余白で123とトリプルクリックを行います。もしくはコントロールの A で全ての選択をいたします。この状態で行と段落の間隔を選択します。1になっているので、今回は狭くするわけですから、行間のオプションを選択します。ここで最小値の0ポイントにしていただくというのを一つ覚えておきましょう。これで OK を押すと、かなり見栄えの良い段落の間隔に開くと思います。ですがまだこれでも行間が広いなと思う方もいらっしゃいます。もう一度トリプルクリックをいたします。行間のオプションから1ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に合わせる、このチェックをまず外します。ですがこのままでは変わりません。この最小値の部分を倍数にしましょう。倍数だと3になるんですね。これを1にしたところで今と変わらない状態になります。この1以下ですね、私はよくこの行グリッド線のチェックを外して倍数を 0.75 にしています。 OK ボタンを押します。するとこのようにちょうど良い行間に収めることができます。この方法も一つ覚えておきましょう。ワードで一番最初の状態は印刷の向きが縦になっています。今1ページ表示されているんですが、2ページ目を作ってみます。すると2ページ目も同じようにこのように縦で表示されてきます。ですがよくあるのが2ページ目は横向きにしたいという場合、やってみますね。ではレイアウトから印刷の向きを横にします。すると横になったんですが、1ページ目も一緒になってしまいます。このように設定をしたら全てのページにまたがって行われるものがこれの他にもたくさんあるんですね。ではこの1ページ目は縦で2ページ目だけ横にするにはどうしたらよいでしょう。では一度戻します。この場合はセクション区切りを行います。セクション区切りの細かな解説は後ほど動画で投稿する予定でいます。今回は2ページ目だけ横にするという方法を簡単に行います。この2ページ目の1行目に今カーソルがある状態ですね。このページだけ横にするにはセクションを区切ります。セクションを区切るにはレイアウトタブにある区切り、これを選択します。今ある場所が大事です。今2ページ目の1行目にカーソルがあるんですよね。なのでこの位置から、現在の位置から開始でセクションを区切っていきます。画面の下を見ると今セクション2となっているのがわかります。1ページ目にカーソルを置いて確認をするとセクションが1だと言っています。これがすごく大事なんですね。では2ページ目のセクション2にカーソルがあるのを確認をして印刷の向きを横にします。すると1ページ目は縦、そして2ページ目が横というようになります。このように設定をした時に全てに反映されるようなものに関してはセクションで区切るようにしましょう。ポイントは今ある位置を確認してから設定を行うということです。Excel などの重書録データを使って Word に差し込みをし、このようなラベル作成をするというシーンはよくあると思います。ですが、ここにもあるように差し込み文章タブには、ここにラベルというボタンがあって、差し込み印刷の開始にラベルというのがあるんですね。この2つのラベル、似てるけれどもちょっとだけ違うところがあります。これが分かりづらいと思っている方はいらっしゃいますね。
基本的にはこちらで作成したラベルに関しては名刺を作成するような時、同じものを複数作成するにはこれでいいと思います。この一辺を全てのラベルに反映すれば同じラベルができますよね。ですが先ほど行ったように住所録データを一人一人たくさんの人に反映する場合ですね、複数ラベルに反映というのがこのラベルで作成してしまうとこのようにボタンが反映されなくなってしまいます。なので最初から作り直さなければいけないのかというと実はそうではなくて、この状態で複数ラベルに反映したい場合は今度は差し込みの開始からラベルを選択します。このラベルオプションダイアログボックスが表示されたらこのままキャンセルを押します。そうするとこのように複数ラベルに反映というボタンが反映してくるんですね。なのでこのようにすることで全てのデータを反映することができるようになります。あとはこのように編集を行いましょう。最後の10個目になります。ラストです。 PTA の役員の名簿がここにあるんですが、 Excel は基本横ですよね。ですがたまにこのように縦書きになるものがあります。まず範囲を選択します。ホームタブにある方向というボタンですね。これで縦書きをクリックをするとこのようにきれいに縦書きになりました。 PTA という英語がちゃんと一文字ずつ縦になっているのがわかります。これをワードで同じように表にしたものがこちらになります。今すでに縦文字になっているんですね。するとワードでは先ほどのように PTA の文字が横になってしまうんですね。これをどうやって解決したらよいかというと、まずは範囲を選択してよくあるのが拡張書式にある縦中横、これを選択します。この縦中横でこのまま OK を押すとこのように横になってしまうんですね。 Excel のように一文字ずつ作成するには一度画面を戻します。範囲選択を一文字ずつ選択します。もう一度拡張書式から縦中横を選択します。この状態で OK を押します。また T の文字を選択をしまた繰り返しになります。これで OK を押します。今度は最後一文字を選択し拡張書式から縦中横で OK にします。ちょっと手間がかかってしまいますがこのようにして縦文字にするといいと思います。場合によってはこのようにしないで横のままの方が美しい場合があります。例えば横断幕のような場合に長い文字が入る場合は横のままでやった方がいいと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。この YouTube を投稿し始めたのが約3年前になるんですが、その頃もしくはその前の時というのはお教室でメインで教えていたんですよね。パソコン教室で教えていた生徒様というのはほとんどの方が女性だったんですよ。それだからかわからないんですがワードばっかりやってました。で YouTube を投稿し始めて昨年ぐらいからコメントによくいただくのがワードはとっつきづらい、 Excel で何が悪いんだぐらいなコメントって結構あったんですよ。それで今回投稿をしてみました。ワードが得意とするのは特に長文になるとは思うんですが、文章を美しく仕上げたいと思ったらワードにかなうものはないと思うんですね。ただ文章文字列そんなにないっていう場合はワードではなくてパワーポイントやそれからエクセルでももちろん文章作成できちゃいます。ただエクセルで作成する場合には画像などが入ったりすると多少ずれたりすることがあります。なのでどれをとってもそれぞれ一長一短あるので、一つだけのアプリができるんではなくてそれぞれ幅広くできるというのが一番いいのかなと思います。では今日はここまでにしたいと思います。長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回お会いしたいと思います。ごきげんよう。またね。
のこの縦横ではなく、横やっちゃうとできちゃうんだね。この時はコントロールキーを押しながらスペースキーを一度押します。これで書式がクリアになります。試しに打ってみますね。ここから